JFL が来月10日に開幕するのを前に、高知ユナイテッド SC が昨夜キックオフパーティーを開き、支援者らに悲願の J3 昇格を誓いました。昨夜高知市で開かれたキックオフパーティーには、支援者らおよそ120人が出席しました。昨シーズンはリーグ戦を過去最高の7位でフィニッシュしたほか、天皇杯で J1 チームに2回勝利したり、国体で県勢初の優勝を果たしたりと多くの成果を上げた高知ユナイテッド SC。 吉本貴文監督はだからこそ J3 昇格への期待も高まっていると感じると挨拶し、チームの歴史をさらに塗り替えていくと力強く宣言しました。そして皆さんと一緒に歩んでいきたいと思います。昨シーズン塗り替えた歴史を今シーズンは最後の最後で塗り替えていきたいと思います。ぜひ皆さんの力を貸してください。よろしくお願いします。高知ユナイテッド SC の開幕戦はビアティン三重とのホーム戦で、来月10日に春の陸上競技場で行われます。